BMW F700GS 足つきですけれども、まずこうまたがる前からですね、そのシートの低さが感じられます。そしてですね、タンデムシートもですね、そこまで高くないので足をですね高く蹴り上げなくてもまたがれるようになっています。そして片足でもべったりつくので、バイクをですねこうやってサイドスタンドがかかっている状態からもですねしっかりと起こすことができます。そして見てください、この足つき。身長162センチの私で、両足ではほぼべったり、本当に少しかかとが浮くぐらいなので、とても安心感のある足つきとなっています。やっぱりポジションがすごく楽ですね。最初にまあ、今もうアクセル開け始めからちょっと安心感があるという話をしましたけれども、それ以前にですね、またがった瞬間に、あ、このバイクは大丈夫だという思わせてくれる安心感、足つきがしっかり足がつくということと、またがった時、ハンドルに手を乗せた時、ステップに足を乗せた時のポジションの楽さ、これが前向きにまずこれは走れるなと感じさせてくれるポジションですね。それでいて今高速道路を走っているんですけれども、こんなに体がしっかり浮いているポジションなんですけれども、加速してもですね、体がおーって置いていかれることもないですし、このアクセル操作に対して過敏じゃないんですよね。過度すぎない、可もなく不足もないし、アクセル操作に対してアクセルの操作にぴったり合ったパワー感なので、うっとっとっていうようなびっくりする感じがない。だからこう思い切ってアクセル開けられるし、加速も思い切りアクセルを開けて加速できますよね。あとスクリーンは結構小さめなんですけれども、結構効いてますね。走行風が軽減されてますね。あとこのタンクの部分、タンクは本当はこのバイクは後ろにあるんですけれども、通常タンクがあるこの周りも結構ボリューム感があって、カバーが付けられていたりするんですけれども、このカバーも結構この走行風の軽減に大いに役に立っているなという感じがしますね。だからちょっとうっかりするとですね、気分よくアクセルを開けちゃうと、あ、いや、すごい出てるなんていうぐらいですね、気持ちよく走れてしまいますね。ハンドルの切れ角がね、結構大きいので、すごく曲がりやすい。細かい切り返しもね、しやすいですよね。あと意外と動きも軽快なんですよ。パッと見た目ちょっとボリュームがあるように、このタンク、フロント部分がねあるように見えるんですけれども、動きは結構機敏で、自分が右に行きたいなと思ったらスッと反応してくる、左に行きたい、左スッと反応してくれるんですよね。でもそれでいて機敏すぎない、ハンドルが大きく切れるからといってフラフラすることもなくて、すごく安定感もあって、とてもバランスがいいバイクだなと感じています。シートのね、硬さもですね、いい座り心地で、柔らかすぎないし、かといって硬すぎないし、こう長時間乗ってても全然苦じゃない、絶妙なシートのね、座り心地ですね。あと座面もですね、結構広めに取られているので、楽ちん、もう本当にやっぱりね、楽ちんということと安心感、このバイク安心感がまず最初にパッと言葉が出てきますかね。このバイク乗ってて安心、快適、あとはもう自然なこの太もものフィット感とかもね、無理に意識しなくても車体とこう一体になれるフィット感もありますし、
ステップもですね、幅もしっかりあって太さもあるので、こうしっかり足が乗せられる。このあとまたね、この膝の曲がる角度がねきつすぎないというのもまた楽なところですよね。こうスッと楽に立てるんですよね。やっぱりこう林道とか走ることも想定してるんですかね、こうやって立っても全然不安感がないんですよね。ステップもラバーがついているので全然滑ることもないし、しっかりと安定していて、全然このね立っててもね、立って乗ってても不安感がないですね。いやー、景色いいですよ。座ってもなんかね、初めて座るソファーでしっくりくるソファーに座ると、あ、いいってもう座った瞬間に思うじゃないですか。このバイクもそんな感じで、またがった瞬間、あ、いいなと、もうまたがった瞬間に感じさせてくれるポジションなんですよね。 BMW っていうとちょっとこう敷居の高さだったり、ちょっと大人の方が乗っているのかななんていう印象があるかもしれないんですけれども、このデザイン結構かっこいい。フレームもね、レッドになっていたり、 GS は結構かっこいい。 GS はって言ったら怒られちゃうんで語弊がありますけれども、結構ねオフロードテイストも入っていてかっこいいですよね。シャープだし、楽ちんだよ。だって装備類も素晴らしいですよ。 ABS はね標準装備ですけど、グリップヒーターもねすっごくあったかいです。2段階に温度調節できるんですけれども、今一番高い方の設定でやってるんですけども、私今冬の分厚いグローブなんですけれども、それでグリップを握っていてもしっかりとその暖かさががっつりくるぐらい、こたつを強にしてね手を入れているような感じでしたね。それぐらいあったかいです。むしろですね、バイクに乗ってる時の方があったかいんじゃないかなと思うぐらいですね。バイクから降りると、ちょっとサービスエリアのお店の中に入って窓が開いてね、スッと風が入ってくると、うわ寒いって思ってたんですけども、バイク乗るとね、今日はバイク乗ってる方があったかいですね。まあ、そこまで極寒という、ね、気温ではないんですけれども、あとこのグリップヒーターとこの防風効果のあるスクリーンですとか、ここら辺のね、フロント周りの防風効果のおかげか寒くない。加速にもね耐えられるし、こうやってねドゥン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 うーんってなってもほら全然体が置いてかれない。で、このあとね、がっつりアクセルを上げた時のこの低い低音のね音がまた上品でいい感じですね。あとは3000回転超えたあたりからまた一つこうぐっと力強く押し出すような感じもあります。ある程度のね速度域まで結構あーっという間に出てしまいます。カニアケースなどもオプションで付けられますし、自分の用途に合わせてですね、タニアケースをつけて荷物いっぱい積んで、現地でお土産を買っていっぱいまた詰め込んで帰ってくるというのもいいですし、この長距離もね結構ね楽々走れちゃいそうですね。今日もうすでに4時間ぐらい走ってるんですけど、全然いや疲れたなって、疲れたなっていう感じないですよね。まだ元気いっぱいです。今回試乗しました BMW F700GS なんですけれども、やっぱりまずはですね、この足つきの良さは
女性の方、初心者の方にも乗りやすいバイクだと思いました。実際にまたがって走り出してもですね、極低速から、トルク感もありますし、ポジションの快適さ、そしてですね、充実した、ABS ですとか、こういったグリップヒーターとか、本当に快適性も抜群、そして、加速もスムーズ、走りも抜群、どこまでも走りたくなるようなバイクでした。取り回しもハンドルの動きが大きいので、とってもしやすいですよ。ぜひ1回乗ってみてください。